赤足ツユビカモメは、千鳥目カモメかツユビカモメ属に分類される、鳥類の一種。北、太平洋はリューシャン列島、コマンドル諸島、プリビロフ諸島などで繁殖し、アラスカ湾やベーリング海周辺の北、太平洋で越冬する。日本では冬季に、稀な冬鳥、名鳥として飛来した例がある。全長35から40センチメートル。 翼海長85から92センチメートル。頭部や胴体下面は白い羽毛で覆われ、お刃の色彩も白い。背中や翼は青みがかった、脳灰色の羽毛で覆われ、初列風切りの先端は黒い。額は盛り上がり、頭頂は平坦。目は大型で、白母子や夜間でも活動できる。くちばしは太くて短い。種商業ブレビローストリスは短いくちばしののい。 くちばしの色彩は黄色。孔子は非常に短く、色彩は赤い。幼鳥は、くちばしの色彩が黒く、孔子の色彩が黄色や褐色。冬は和方に黒や暗灰色の反紋、後頭に灰色の反紋が入る。若鳥は、初列風切りの内側や、自列風切りの色彩が白い。外洋に生息する。繁殖期以外で陸地に接近することは少ない。 食生は動物食で魚類、軟体動物などを食べる。海面に浮かびながら頭部だけを海中に入れて獲物を捕らえるが潜水して獲物を捕らえることもある。白明治や夜間にも採食を行うと考えられており、日照時間の短い高緯度地域における適応と考えられている。繁殖形態は乱生。大規模な集団繁殖地を形成する。岩壁などに 泥や枯れ草などを踏み固めた皿状の巣を作り、一回に一個の卵を産む。漁業による競合などにより、生息数は激減している。アリューシャン列島の繁殖地では、生息数が増加傾向にある。しかし、最大の繁殖地であった、プロビロフ諸島では1970年代における、生息数は約22万羽と推測されていたが、1990年代における、 生息数は約半数に激減している。アラスカ州では政府によって一部の繁殖地への接近や上陸が禁止されている。ありがとうございます。